こんにちは、のりたろうです。今回は前回の脱奴隷洗脳の第2弾としまして、競争社会という幻想というお話をしたいと思います。そもそも奴隷洗脳とは何なのという方は、私の一つ前の動画ご覧になっていない方はまずご覧いただくとよくわかると思いますが、簡単にご説明しますと、前回の動画ではエリート教育っていうのが奴隷洗脳の一つであるというお話をさせていただきました。そしてそのことにより自らお金持ちになる機会を遠ざけてしまっているというお話になります。そして今回お話しする競争社会というところでは、競争で勝たなければいけないという幻想ですね、そちらでお金持ちになる機会を失うというよりは、それを利用されて搾取されて自ら不幸になる道を選ばされているという最終的な結論になるかと思うんですが、なんとなく勘の言い方は今の説明で大体分かったかと思いますが、競争に勝つということがいかに無駄で愚かなことなのかっていうのをご説明したいと思います。まずは人というのはですね、自分のことになると、客観視できなくてですね、感情が邪魔してしまいますので、今回はこの2枚の葉っぱで例えてお話ししたいと思います。でこの2枚の葉っぱはですね、これは、今どちらが色が濃いのかという競争をしているそうです。そして厳正なる審査の結果、こちらの葉っぱの方が色が濃かったということになったそうです。で勝ったこの本人の葉っぱはですね、飛び上がるほど喜んだそうです。で負けたこっちの葉っぱはもうがっくり肩を落として、何日も落ち込んでいたそうです。それはそれは落ち込んで、太陽の光も浴びるのを忘れて、もうずっと下を向いてたということがあったと、これは仮定しましょう。でこれを聞いて何か感じたでしょうか。そんな色が濃いとかそういうバカなことで落ち込んだり喜んだりして何やってんのかなって思われた人も多いんじゃないかなと思いますが、それでは例えば次に、もう少し自分たちに近づけて A 君と B 君、人で例えてみましょう。A 君と B 君がいます。会社の同期の A 君と B 君は、会社の営業成績で出世競争をしていました。 A 君は今月売上2000万円と上げて、 B 君は売上1300万円でした。で売上で勝った A 君は飛び上がって喜び、出世競争で一歩前進。 B 君は上司から A 君と比較されて、次は頑張るようにと説教されて何日も落ち込んだそうです。クソ上司ですね。それは置いておきまして、先ほどの葉っぱの話と今の話を聞いてどう思われたでしょうか。まず整理したいのは、そもそもなぜ競争が起きたのかというところです。で葉っぱの場合は色の濃さという基準ですね、色の濃さで争うというまず基準を作って、それで競争をしたわけです。また A 君 B 君の場合も売上っていう基準を作って、同じ土俵同じ基準で単純に比較しています。これはちょっと視野が狭いのじゃないかなと思いませんか。葉っぱの場合は色の濃さの他にも大きさとかですね、重さ、このギザギザの数とか、匂いの違いとか、葉っぱのこの葉脈の数の違いとかですね、あげればキリがないほどに比較しようと思えばいくらでも基準が存在します。
また A 君と B 君も全く同じことが言えます。他人なので、違って当たり前です。でもう一つ掘り下げてみると、その基準は誰が決めたかということです。言い方を変えれば、誰にとって都合の良い基準なのかということになります。でこれが今回の奴隷洗脳の本質になります。で葉っぱの場合は私が勝手に、色がどうこうって決めましたが、もしかしたら色の濃い葉っぱの方が高く売れるのかもしれませんし、 A 君と B 君の場合は簡単で、会社の経営陣とかもしくは株主にとって都合のいい基準になります。その自分の意思とは全く関係のない誰かが決めた基準に沿って争う、競争するということにどれだけの意味があるのかというところです。そしてそれに勝つということは、その陰で敗者を作り、敗者の屍の上に立って喜ぶということになります。それは果たして良い行いと言えるんでしょうか。こう宗教の話じゃないんですけど、人の屍の上に立つことで勝つっていうことがありますので、敗者がいて勝者がいるというのはいいことなのかなと単純に思います。でこれは葉っぱで客観的に見ればよくわかりますが、負けた葉っぱが落ち込むことに何の意味もないことがわかると思います。で勝つことにも逆に意味はありませんね。つまりどちらも踊らされているだけだと思いませんか。そうは言っても憲太郎さんと、実際の社会は資本主義の競争社会だから勝たなくては生き残れないんですよという意見の方もいらっしゃるかと思いますが、果たしてそれは本当にそうでしょうかと。で、実際の社会の例を挙げてみましょう。この、よく言われるんですけど、このスマートフォンですね。アップルのスマートフォンは携帯電話と競争していたと思いますでしょうか。実際にこのスマホの機能としてはAndroid、iPhone よりも Android の方が優れている面はいっぱい実際あるんですが、 Apple という会社はそういうところで競争はしていなかったんです。でスティーブン・ジョブスの本当の真意は分かりませんが、私たち消費者が徹底的に便利で快適な暮らしを送れるようにっていうので考えた結果がこれなんじゃないかなと思います。で携帯電話同士の競争ではこの発想は生まれなかったと思います。その証拠がまさにガラケーというやつですね。あのガラパゴス化したガラケーっていうのが携帯電話同士の競争で生まれた慣れの果てということじゃないかなと思います。でもう一つ有名な例では、 Google という会社はですね、実はシステム会社でもソフトウェア会社でもなく、本当の収益の柱というのは広告収入だそうです。ただ Google は広告代理店ですという看板で戦いましたかということです。で競争することということ自体が視野が狭くて何の意味もなく、誰かの都合のいいように踊らされているだけということが、今の例でもお分かりいただけたかと思います。そしてその競争自体に意味がないのに、それに勝つとか負けるということ自体意味があるんでしょうかというところになります。でここまで見ていただけたら、この競争に勝たなければならないという競争社会の幻想という奴隷洗脳がただただある人の思惑で搾取されて疲弊しながら貧乏になっているだけだという理由が分かったんじゃないかなと思います。そうなったらもちろん余剰資金などたまりませんから、コイン投資などできないということになってしまいます。本当はこの葉っぱのどちらの葉っぱもですね、 A 君も B 君もどちらも良いところがあり悪いところもありますが、どちらも生まれた時はですね、
この葉っぱなんてちっちゃい可愛い芽だったわけです。で A 君も B 君も可愛い赤ちゃんだったりした頃が必ずあります。そしてそれぞれ育ててくれた親がいて、そのまた親もいて、それで先祖をたどれば、実は葉っぱも私たち人間も同じ元いた生物の子孫、まあ兄弟みたいなもんです。でどう考えてもそれぞれ愛すべき存在じゃないかなと思います。競って傷つけ合っていがみ合うっていうのは完全に馬鹿げています。まあ、これは完全に間違った幻想じゃないかなと言わざるを得ません。で A 君と B 君の経営者はですね、A 君と B 君それぞれに本当は売り上げ上げてくれてありがとうと感謝すべきところを競わせて搾取しようというのは完全に強欲としか言いようがありません。ただという私もコインをオークションで競り落とすっていうのをやるんですが、このオークションで競り落とせなかった場合もコインの場合はですね、値段がそれだけ上がってるので、コインはこんなに価値が上がったのかと、まあ、逆に嬉しくなりますし、まあ、競り落とした場合はですね、私は未熟者なのでやったと喜んじゃうんですが、まあ、陰で泣いてる人ももしかするといるかもしれないので、まあ、これからはごめんなさいと謝るようにしたいと思います。そしてコインの場合は売る側も買う側もしっかり相場で取引できていればウィンウィンな関係が築くことができるので本当に良い世界だなと感じています。で話がまあついコインにそれてしまったんですが、まあ、良い商売というのはですね、売り手よし買い手よしだけではなくて、社会にとっても良しというのが三方良しといって、良い商売とされています。これは決して競争に勝つとか負けるとかは全然次元が違うということがお分かりになるかと思います。コイン投資の場合は売り手に、まあ、この原理をちょっと分かっていない方もいらっしゃるので注意が必要なんですが、まあ、高く売りつけてくる人がいるってことですね。まあ、必ず三方よしの世界が実現できる世界じゃないかなと思って活動しています。まあ、なのでこれからも皆さんと一緒に搾取されて騙されないように勉強して良い世界を作っていけたらと思っています。ということで今回のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつも動画を見てくださっている皆様本当にありがとうございます。それでは最後皆様一緒にレッツコイン、ちょっとこれ一言言わせていただきたいんですけど、この古代コインっていうのはですね、同じグレードのコインであっても一つ一つ表情とかですね、打刻の具合が違ってですね、まあ、色とか輝きも違ったりします。まあ、ましてや これはですね、イエス・キリストが処刑された時の皇帝ティベリウス帝なんですけど、2000年前、ちょうど2000年前に実在したコインが、まあ、こんな綺麗な状態で今残っているということは、まあ、それだけ気の遠くなるような間ですね、大事にされてきた、まあ、いろんな人の手に渡って、そのいろんな人がそれぞれ大事にしてきたから今こうやって綺麗な状態で手元にあるということをやっぱ想像するとですね、本当に一枚一枚愛おしくなってきます。本当に古代コインって素晴らしいなと思うんですけど、まあちょっと説教じみた話になってしまったかもしれないんですけど、本当にコインっていい世界かなと思います。長くなってすいませんでした。ご視聴ありがとうございました。Outdoors